私たち司祭がまた助祭が
一つになって福音宣教に励み、神の国のために力を合わせていくことができますように、共にこのミサを捧げてまいりましょう。そして同時に、今困難の中である全世界のために、新型コロナウイルスの収束のために、私たちの祈りを神様に捧げたいと思います。それでは皆さん、私たちの罪を思い、感謝の祭儀を祝う前に心を改めましょう。全能の神と
祈りましょう。全能の神よ、あなたは一人子に聖霊を注いで主キリストとしてくださいました。キリストの祭司職に預かる私たちが世にあって救いの証を立てることができますように。聖霊の交わりの中であなたと共に世々に生き支配しておられる御子、私たちの主イエス・キリストによって。イザヤの預言、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捉えた。私を遣わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われる子には自由を、つながれている人には解放を、させるために主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせるために、あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされる。主なる私は誠をもって彼らの労苦に報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人は全て認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。神の御言葉。神の美しみを。
ヨハネの牧師、商人であり誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者、イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自身の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がいよいよ限りなくありますように。アーメン。見よ、その方が雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見る。ことに彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆、彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファであり、オメガである。神の御言葉。
るため、助会を受けられた兄弟の皆さん、今日は主キリストがその祭司職を人たちに与え、また私たちにも与えてくださったことを記念する日です。私たち司祭は喜びを持って受けた神の言葉を述べ伝え、行いを持って証しするために使わされて、神の民を教え導き、感謝の祭儀を捧げ、主の食卓で養います。すべての人がキリストによって成長し、一つになるよう、神と教会に生涯奉仕する使命を受けた司祭団の皆さん、今、除会の時の約束を改めにいたしましょう。司祭団の皆さん、あなた方は聖霊の導きのもとに主の霊を牧するにあたり、司教団の良い協力者となって与えられた司祭としての務めを絶えず果たしますか。あなた方は福音を述べ伝え、カトリックの信仰を表すことによって、神の言葉に奉仕する務めを誠実に果たしますか。はい、果たします。あなた方は神を賛美し、信じる民を神に導くために、キリストの日に特に感謝の祭儀と許しの奇跡を教会の伝統に従って経験に正しく取り行いますか。はい、あなた方は絶えず祈るようにとの主の御命令に従い、自分に委ねられた民のために、私たち司教団と共に神の憐れみを祈りますか。あなた方は教会共同体の助けのもとに、貧しい人、苦しむ人、助けを必要とするすべての人に、主の名において神の慈しみを示しますか。あなた方は司教との絆の中で尊敬の心を持って司教に従うことを約束しますか。はい、約束いたします。あなた方は私たちのためにご自分を清い捧げ物として御父に捧げた大祭司キリストに日ごとに固く結ばれ、キリストと共に自分自身を人々の救いのために神に捧げますか。
すべての人に使えることができますように。全能永遠の神よ、諸界の史跡によって御子キリストに選ばれた司教司祭があなたの言葉と奇跡によって人々に仕え、与えられた使命を忠実に果たすことができますように、私たちの主イエス・キリストによって。皆さん、お座りください。ただいまに、主ペテロ、または祝福された方、および関東の同士が行動されます。白い布の器には、聖公園のためのものが、赤い布の器には、洗礼志願者のためのものが、thank you.
聖霊の力によって私たちが古い人を脱ぎ捨て新しい人を身につけて日々救いに近づくことができますように、私たちの主イエス・キリストによって。主は皆さんと共に、心を込めて神を仰ぎ、聖なる父、全能永遠の神、いつどこでも主キリストによって賛美と感謝を捧げることは誠に尊い大切な務めです。あなたは聖霊を注いで一人を永遠に新約の大祭司として御立てになり、教会の中に唯一のキリストの最初の主が保たれるようお定めになりました。主キリストは神の谷に祭司職を与え、奉仕の務めに携わる人々を選んで司祭としてくださいました。司祭はキリストの名によって人々のために過ぎ越しの食事を整えて、救いの生け贄を捧げ、言葉と奇跡によって神の民を力づけるよう召されています。また司祭は神のため人々のために自らを渡してキリストに従い、聖なるキリストに従い大義なく信仰と愛の証を立てるよう選ばれています。聖なる父よ、この豊かな恵みに対する感謝を込めて、私たちも天使と聖人とともにあなたを讃え喜びを持って歌います。
Thank you.
父イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。主イエス・キリスト、あなたは使徒に仰せになりました。私は平和をあなた方に残し、私の平和をあなた方に与える。私たちの罪ではなく教会の信仰を顧みに、お言葉の通り教会に平和と一致をお与えください。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に。
に祈りましょう。全能の神よ、命の糧によって強められた私たちがキリストの香りとなって生きることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。洗礼志願者のための油を祝福いたしましょう。信じる者を強め、助けてくださる神よ、あなたは油を力の印として与えてくださいました。この油を祝福し、洗礼の準備のため、これを額に受ける人々に勇気と英知をお与えください。洗礼志願者がキリストの福音を深く理解し、信仰の道を進んでいくことができますように、またあなたの子供にふさわしいものとなって、教会の中に新たに生まれ、生きる喜びに預かることができますように、私たちの主イエス・キリストによって。すべての成長と誠の進歩の源である神の教会が今喜びのうちに捧げる賛美と感謝を受け入れてください。あなたは初めに大地が実を結ぶ木を生み出すようお定めになり、聖公義のために油が作られるようオリーブの木を与えてくださいました。ダビデ王はこの油が恵みの印に用いられ、私たちに命と喜びをもたらすことを予言して歌いました。また世の罪が洪水によって罰せられた時、オリーブの枝を加えた後は大地に平和が蘇ったことを告げ、未来の大きな恵みを表しました。新しい時が始まった今、型取りによって示されたことは実現しました。洗礼の水によって全ての罪は滅され、私たちは油を注がれて喜びと平和に満たされています。またあなたはしもべモーセを呼び、その兄弟アーロンを水で清めた後、油を注いで祭司にするようお命じになりました。さらに御子イエス・キリストがヨルダン川でヨハネに洗礼を求められた時、あなたは聖霊を鳩の形でお使わしになり、
れによってイエスがあなたの愛する一人子であることを告げられました。こうして旅での預言は成就し、キリストはすべての兄弟を超えて喜びの油を注がれている方であることが示されました。聖なる父よ、あなたの祝福によってこの油を尊いものとし、御子キリストの協力によって聖霊の力を注いでください。この油はキリストの尊い名にちなんでクリスマと名付けられ、あなたはこれを祭司、王、預言者、殉教者の上に注がれました。洗礼の水によって新たに生まれる者のためにこの香油を救いと命の印としてください。人々がアダムから受け継いだ罪から解放され、尊い油を注がれてあなたの栄光に輝く神殿となり、汚れのない命に満ち溢れますように。あなたの定められたこの恵みの印によって王、祭司、預言者のお前に預かり、滅びることのない命の衣を身にまといますように。この油が水と聖霊によって新たに生まれる者にとって救いの香油となり、永遠の命を得て神の国の栄光に預かることができますように。私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。今新型コロナウイルスの感染によって非常に困難な中にありながら、こうして聖公のミサに集まってくださった司祭団、また聖火の奉仕のために集まってくださった聖火隊の皆さん、また映像を通して心を合わせてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。私たち司祭団は信者の皆さんの祈り奉仕によってイエス様から命じられた務めを果たしていくことができます。また同時に司祭も私も信徒の皆さんのことを考えながら、これからも一生懸命その務めを果たしていきたいと思います。力のない私のために神様方が現場で懸命にお働きをお聞きくださっていることを心から改めて感謝申し上げたいと思います。どうもありがとうございます。今年は広島東部から他の場所に移動される方はいらっしゃいませんけれども、2名の神父様が広島教区に来られることになっています。1人は毛川直美神父様、イエズス会です。
山口教会の助理司祭として赴任されることになっています。そして釜山教区から新しい審査団が来られています。支部三部の審査団です。審査いらっしゃいますか。神様の神様、神様で通じるそうです。神様との言葉はもう大丈夫だということを聞いておりますけれども、今日本語の勉強を始められて2年くらい、語学研修で、その後今の契約で5年間広島県教区で働いてくださることになっています。神様よろしくお願いいたします。全能の神、父と